はいどうも、ホソピーです。さて今日はですね、iPhone SE ね、第3世代、これはまあ第2世代ですけれども、新型の第3世代の噂ということでですね、まあ3月8日、まあここで発表イベントがあるなんていうような有力な情報出てきましたけれども、まあこの iPhone SE 第3世代が出ること自体はですね、まあほぼほぼ確定かななんていうふうにまあ思っておるんですけれども、まあそのスペックですよね、その辺考えてみると、まああまりこう期待しすぎてはいけないなと思いますので、まあ、今日はですね、この iPhone SE 第3世代待ちなのか、今何かを買ってしまうのか、まあ、こういうコメントも結構ね、多いので、まあ、改めてちょっとね、その点について触れていきたいと思います。ということで、本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まずですね、まあ、こんなコメントが来ておりますので、これ紹介しましょう。どうぞ。はい、ヒッカさんからのコメントでございます。iPhone SE 3か iPhone 11だったら、どっちがいいんかなというね、まあ、こういうご質問でございます。で、私、個人的にはこれに関しては、まあ、通常使っていくんであればですね、iPhone 11の方をおすすめしたいなと思います。で、まあ、今、実際のところですね、手に入れられるかどうかっていうところで考えたときに、iPhone 11自体を、まあ、安く手に入れるっていうところはですね、まあ、結構難しいと。まあ、以前の動画でも iPhone 11ね、例えば土曜日の朝一とか、こういうところ、まあ、例えばイオンとかに行って購入するというようなやり方をすればですね、手に入れられる可能性はあるのかなというところであるんですが、iPhone 11安売りで買えるものって大体ですね、まあ、色が自分の好みのものを選べない可能性があるっていう、まあ、そういう危険性が一つ。それから容量はおそらく64ギガしかないでしょうというところで容量の不安がありますよというところで、新規か乗り換えであるっていう、まあ、そういう条件であるっていう、この3つのポイントがあります。 iPhone 11を例えば一括で1キュッパとか9800円とか、もっと安いのあるのかな、まあ、そういった形で手に入れるっていうところの条件としてはそのようなものがあるので、その条件をまず飲んで iPhone 11をゲットしてくださいというところになりますけれども、まあ、そういったところが注意点ね。で、 iPhone SE の第3世代と11どっちがいいかっていうところで、まあ、冒頭でね、結論言った通り、通常使っていくんであればね、まあ、想定として2年とか3年、まあ、2年だな、2年使うんであれば iPhone 11の方がいいかなというような結論を私は出します。で、iPhone SE 第2世代から第3世代に新しくなります。で、これが出るっていうところに関しては、先ほど言った通り、ほぼほぼ、まあ、これはもう、まあ、出ないっていう可能性はほぼないんじゃないかなっていう予想なんですけれども、仮に出たとしてもですね、見た目、これと、ほぼ変わりませんっていうところを覚悟しておかなければならない。新型の iPhone が出ると何か今までにないね、新しい機能が搭載されるんじゃないかとか、形変わんのかなとか、まあいろいろとね、期待されてる方いると思うんですけれども、ことこの iPhone SE に関してはですね、使い回しなんですよ。あまりいい言葉ではないけれども、使い回し。過去の生産ラインとかをそのまま使いますと。で、ボディとかそういったものもそのまま使えます。で、その代わり、安く販売するよっていうところを、コンセプトにしているような商品になってますから、形がですね、見たこともないような新型の iPhone が出るような感覚はあんまりないですね。で、iPad の今は無印 iPad と言われているものが第9世代まで出てますけれども、あれって毎年、まあ、形ね、変わってなくって同じように出てるだけなんですよ。新しくね、第9世代になりましたとか、まあ、昨年は第8世代とかね、あんまりこう第何世代と言われても大体の方はあんまりピンとこないんですけれども、なんか知んないけど新しくなってますと。で、何が変わったのっていうと、見た目の変化ほぼありませんよと。搭載されているチップが、まあ、1世代新しいものを搭載するようになりました。それからインカメラでセンターフレームかな、ちょっとね、移動してもですね、真ん中にこうピントを合わせるような、まあ、そんなようなものが搭載されたりとか、ほとんどですね、使っていてもあまりこう新機能的なものを感じることができないような状態、まあ、こんな感じになってますので、おそらくこの iPhone SE もですね、同じような位置づけで今後出続けていくのかな。まあ、この今回の iPhone SE 第3世代に関してはもう、もしかしたら新しいカラーバリエーションすらまあ用意されないで、もう本当にこう2台並べてみてもですね、これ何が変わったの、いや、むしろ全く変わってないんじゃないっていうぐらいになる可能性があります。はい。まあ、アクセサリー類とか、まあ、ケース、ガラスフィルムとか、まあ、そういったものに関しては使い回しができるかなというところで、まあ、iPhone SE 第2世代用のものをね、そのまま使えますよ、みたいなところができると、まあ、それはそれでいいんですけれども、そう。
あのね、あまり期待しすぎてしまうとね、なんだこりゃと、第2世代か第3世代かもはやわからないぜというようなね、状況になりますから、まあ、そこだけ本当にね、過度な期待っていうところは注意していただきたいなというふうに思います。で、まあ、改めてですね、ちょっとね、スペック的なものね、どんな風に出るのかっていうところ、まあ、これはちょっと整理していきましょう。はい、ではここからはですね、iPhone SE ね、第3世代の、まあ、予想スペック的なところですね、まあ、今一度ちょっとだけ整理しておきましょう。で、第3世代になった時に何が変わるのっていうと、まあ、先ほど来言ってる通りですね、カラーバリエーションすら変わらない可能性があると。なので見た目の変化はほぼない、まあゼロと言ってもいいぐらいないというところなんですが、搭載されるチップですね、これがあの第2世代に関しては A13 チップ、これが最新のですね A15 チップに変わるというような噂があります。でこれは2世代新しくなるということはですね、まあ、単純に今からだいたいですね、販売したところから5年ぐらい iOS のサポート期間がありますので、純粋にですね第2世代を買うよりは第3世代を買うと、まあ、2年間ね OS のサポートが伸びるんじゃないかっていうような予想もすることができます。なので、まあ、ここ最近 iPhone ね、買ったところから5年とか6年とか OS のサポート期間はありますので、長い期間ねより長く使いたいというふうに考えているんであれば、第2世代よりも第3世代の方が圧倒的にいいでしょう。ということで長く使いたい方はもうね新しく出るものを選んだ方がいいです。そしてチップが新しくなりますよと、最新のものになりますよってなると、省エネ性能がより強化されるということになりますので、あのおそらくですねバッテリーの搭載容量は変化することはない、同じ容量になってしまうかなと思うんですけれども、チップ新しくなります。2世代進化して A15 チップになると、とりあえずですね今ね最大13時間のビデオ再生っていうのが公式ページに出ているんですけれども、これが14時間とか15時間とか少しだけバッテリー持ちというのが改善される可能性はあるかなと、まあ、そこは少しだけ期待してもいいかなと思うんですけれども、まあ、過度な期待は禁物ということですね。それからですね、まあ、チップが新しくなることによって、まあ、カメラね、ハード的なこのカメラが全く同じだとしても、ナイトモードを搭載するようになりますとか、あとはポートレートが撮れるようになるとかね、そういったですね、まあ、ソフトウェア的な進化による、まあ、モードの追加、カメラモードの追加というところは、まあ、多少は期待していいかななんていうふうに思ってます。まあ、SE 第2世代からの進化点というか期待できるところは、まあ、多少ね、そのようなところ買いつまんでいけばですね、あるはあるんですけれども、まあ、使い勝手を大きく変えるような、すごい進化は、ないというふうに最初からも諦めておいた方がいいかなというところですね。はい、そんなところでですね、まあ、バッテリーのところもねちょっと触れたので、まあ、SE 第3世代になったとしてもバッテリー持ちというところの比較で言うと、改めてねちょっと11との比較ね、こちらご覧ください。今ね iPhone 11って最大17時間のビデオ再生ということで公式に出ております。でこれが、まあ、今の SE の第2世代で今比較してますけれども、最大13時間のビデオ再生ってなっておりまして、多少ねその第3世代になって改善されて15時間ぐらいになったとしても、それでも iPhone 11の方がやっぱりねバッテリー持ちはねいいんですよ。なので通常使いで 6.1 インチの、まあ、標準的なサイズ、画面も大きいし、まあ、チップ自体は A13 チップで処理性能はね、そりゃ A15 に比べれば、まあ、劣るは劣るんですけれども、通常使いにおいてはね、そこまでこう A13 チップでもたつくってことはないでしょうから、まあ、そういったところを判断してですね、まあ、私は通常使いではね、iPhone 11の方が向いているし、満足度は高いんじゃないかなっていうふうにね、思ったので、まあ、iPhone 11というふうに言ったっていう感じになってますね。ということでね、iPhone SE ね、第3世代ね、まあ、間もなく発表というところで噂出てますけれども、まあ、あまりにもね、あの新型の iPhone が出るみたいなところで期待しすぎるというところはね、こううまくこう気持ちを抑えつつ、期待していいところはやっぱりそのチップ的なところと、あとは価格というところにね、あのうまく絞ってですね、あの密かに期待していくっていうのがいいのかなと思います。細Pチャンネル。はい、ということで本日は iPhone 第3世代の噂というところね、まあ、改めて少しこうまとめていったのと、 iPhone 11を今買うのか SE 第3世代をね待ってみるのか、どっちがいいかなっていうところね、私なりにちょっと分析をしてみたんですけれども、通常使いでおいてはね、やはり iPhone 11の方が上かなというふうに私は思います。もし私がね、あの iPhone SE の第3世代をメインで使うのか iPhone 11を使うのか、まあ、迷ったらですね、まあ、11なのかな、1台しか持っちゃいけないよってなったらやっぱり11かな
な、画面の大きさがちょっと小さすぎるなっていうところと、バッテリー持ちの、まあ、劇的改善っていうところにそんなに期待はできないかなと思いますから、まあ、あくまでもね、エントリーモデルの新型が出るよというところで、さらに価格が下がって、まあ、見た目はほとんどもう SE 第2世代と同じで、価格が下がったよと、リニューアル販売されたよぐらいな感覚でいるのがいいんじゃないかなとはね、思いますけれどもね。で、もしかしたらね、サプライズというのがあんまり期待しちゃいけないんですけれども、あったらあったでラッキーかなぐらいでね、まあ、チップが A15 チップとかっていうだけでも、はっきり言ってサプライズかなと思うんですよね。それで、まあ、3万円台とか、まあ、4万円ちょっとぐらいの金額でこう出ればね、エントリー的な iPhone でそんだけ最高スペックを搭載している、まあ、今で言うとね、A15 チップ最高のチップですからね、これを搭載してきて、まあ、価格が安ければね、それだけでももう iPhone SE の価値っていうのはあるんじゃないかなと思いますので、まあ、カメラだとかバッテリー持ちだとかいろいろとね期待したいところはあるはあるんですが、まあ、価格というところね、あとは指紋認証とホームボタンね、これもやっぱりホームボタン指紋認証があった方がいいよっていう方にとってはね、選択肢の一つとして、ね、残してくれるというのはいいのかなと思いますけれどもね、まあ、そこの部分をちょっと攻めるとね、iOS15.4 以降になった時に iPhone12 以降のね、フェイス ID 搭載の iPhone に関してはマスクをした状態でも認証するようになるというね、そういう進化が待ってますから、そうなってくると、まあ、必ずしもね、その指紋認証の優位性というところ、まあ今マスク自体ですから、めちゃくちゃこの指紋認証が見直されて、これがついてないとちょっと話になんないよみたいなところはあったんですけれども、別にマスクした状態でね、顔認証通るようになればそれでもう解決じゃんっていうような感じになってしまいますからね。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画ね、役に立った、面白かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。